ケンさんがプレーしていた、ああいう世界の広いフィールドじゃなくて、ストーリー的に戦うことになる敵の軍の基地なんですよ。すごい。モンスターと違う人間相手なので、またちょっと違う感じですよ。戦士系ですか？そうです。竜騎士です。竜騎士だ。はい。女性の竜騎士で、空中戦を得意としているキャラクターです。なるほど。はい。まあ、戦士で空中戦と見たと結構厄介そうですね。そうです、かなり強いんです。この時にまだ普通に進んできたプレイヤーにとっては相当な強敵なんです。動きもすごいですねこれ、はい、ガンガン吹っ飛ばされちゃうんですよね。でこうやって空中に飛んで、もう本当に立体的に戦いを仕掛けてくるんです。で自分の基地をガンガン壊すんですね、自分で。すごい暴れてますね、かなりね。暴れてますね。ただ主人公もこうやって空中戦できるんです。さっきワープの技を使って自分も対抗することができるので、これは本当に大空中戦が展開するような戦闘なんですね。はい、すげえやられてますね。でもじゃあここでですね、はい、もう一つ皆さんにお見せしたいものがあります。ファイナルファンタジーって、まあ、剣で戦うだけじゃないんですね。魔法っていうのがあります。なるほど、はい、野田君ちょっと一回止めてもらって、はい、で皆さんに魔法をお見せしましょう。お魔法何持ってますか？魔法見せください。あすげえいっぱい持ってますね多分。でこれちょっと会場の皆さんに聞きましょうか、うん、炎の魔法のファイヤーで、氷の魔法のブリザード、雷魔法のサンダーっていう 3つの属性があるんですが、どの魔法みたいですか今。サンダーの人、あサンダー、ファイヤーの人、ブリザードの人。ブリザードとサンダーですね。じゃあブリザードとサンダーのハイブリッドある？ハイブリッドある。ハイブリッドないか。じゃあサンダーとブリザードを2つ装備して、ちょっとこの2つ使ってみましょう戦闘で。はい、でこの今回の15の魔法は、はい、これこうやってこっちの画面、今もうようやく朝になってこっちの画面見せたかった感じなんですけど、まあリアルじゃないですか、はい、なので魔法を使うとその世界の中に物理現象が発生するんです。本当の炎が立ち込めたり、その全体、その一体空気が全部こう冷気になったり。ちょっとそれご覧いただけます？これブリザードです、はい、これは周囲が一気に冷えて皆の生命活動が低下するっていう魔法ですね。やはりじゃあ例えばサンダーだと、はい、ちょっと感電する。そうですそうです。こともあるその一帯に電気が帯電した状態になって、その帯電に触れると自分たちが感電してしまうっていうような、環境自体が電気を帯びたものになってしまうんですね、サンダーは。そこに敵が、隙が生まれたりとかっていう。機械の敵はそれによって感電するので、それで攻撃のチャンスがかなり生まれたりする。なるほど、ね、はい、でブリザードも本来は、ブリザードは自然の中で使う方が有効な魔法で、はい、水なんかが凍ってしまって自分の可動フィールドが増えたりするんですよね。はい、はい、使った。まあ、ちょっと道中さんにファイヤーも見せてあげてください。あ、ぜひぜひ。で今ファイヤー、ブリザード、サンダーというふうに一番弱い威力を使っていますが、はい、これ本当は高威力なものもあります。ラケー、ガケーって言って上位の魔法があるんですね。で今作はこの3つの属性の魔法は、はい、自分で生成するんです。自分で生成、自分で生成、フィールドを移動しながら、はい、その魔法の力の源になるものを手に入れ、はい、自分で合成して魔法を作り出し使うんです。あ、はい、なのでこう冒険しながら魔法をどん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 手に入れていくような、そういうスタイルになります、ね、いや自分が無から生み出すことではなく、はい、素材的なものを見つけてきて、なるほど、そこにドクトの特殊能力を使って生み出す。そしていくつかのその属性を一緒に魔法にすることもできて、ファイヤーの後にブリザードが発動したり、ガンガンやられてますね。ちょっとこれは、はい、すみません、開発者でもなかなか勝てない人は勝てないということで。ただ今これはノーマルモードで、かつアクティブのバトルなので一番歯応えがある戦いをしています。はい、いやもう楽しそう。地上と空中戦のバランスも良さそうですね、はい、はいはいはい、やられると吹っ飛ばされちゃうのもいいですよね。
いやでも空中戦でちょっとやり取りが戦いができるっていうのは想像できなかったです、ね、あ本当ですか、はい、これがこのオープンワールドの RPG でこういうのも体験できるっていうところはなかなか多分世界のゲームの中でもないと思うので、本当にオープンワールド系が好きな方にももちろん楽しんでもらえるしアクションゲームが好きな方も当然楽しんでもらえると思います。で火はですね、あれ燃え広がっていくんですよね、はい、どんどん。おお、本当だ。まあより外とかあの燃えやすい森林だったりとか、ガンガン燃え広がっていきます。それは。一応戦いが終わるとその効果は切れたりするんですかね。しばらく残ってる。しばらく残っていて、自然に。沈静化するんですが、はい、途中で天候が変化して雨が降ったりするともうすぐ消えてしまったり、はい、ずっと晴れてるとなかなか消えてくれなかったり、はい、そういう風になります、まあ、本当現実の世界がなるべくあの同じような感じで中に入ってると思ってくれれば、はい、間違いないですね、はい、だいぶだいぶいいところを見せられそうなのでこの辺にしましょうか。はい、すごい。はい、ということでございまして、はい、ワンプレイ入魂スペシャル。